今日はアシックスのバットを紹介したいと思います。アシックスさんから出ました MQ 対応のバーストインパクトです。じゃあブンブン、ちょっとバットの特徴教えて。はい、ミドルバランスで84センチ、680g です。こんな感じ。まあ軽くて、まあ600だし、600台って結構軽い方じゃないですか。うん、軽くて振り抜きやすいです。ほら、はいはいはい、いいねいいね。あ、いいね。じゃあこの後これを実戦で使っていこうと思います。山田選手のアシックスです。OK。 おー、だけ強い。皆さん、これに振り抜きやすいです。アシックスどうですか。振り抜きやすい。振り抜きやすいですか。勝手にヘッドが、あ、勝手にヘッドが、勝手にヘッドが帰る帰る。はい、今からポーさんがアシックスのバーストインパクトを使います。ウォーホー。やっぱコウさんはアシックスか。やっぱりアシックスか。あ、いいね、いい感じ。アシックスどうすか。アシックス良かったっすね。やっぱコウさんアシックス、アシックスの体になっちゃった。なってるね。はい、ありがとうございます。それで MQ を実戦で打っていこうと思います。打ってみましょう。いきます。 OK。 いきなりレフト前ヒット。狙い通りっす。いきなりレフト前ヒット。おっとおっと、やったか、高さん。やってんな、 MC でやってんな。